その土地にしかない食材、料理、そして食べ方がある。食の景観を求めて日本各地をさまよい歩くシルクユーロード発見食の景観。今回の舞台は山形県米沢市。米沢牛を使ったラーメンにこんなものが。野瀬さんも牛の旨味がぎゅうぎゅう詰めている。そうですね。19日日曜夕方6時30分。